本日はブレイキングダウンからライジンへの出場が決定したジョリー選手が自身の SNS にてライジンの対戦相手について気になる発言をしていますので、そちらについてまとめていきます。ジョリー選手は6月17日朝倉未来選手とともにライジン榊原 CEO のもとへと直談判に伺っており、このジョリー選手の直談判に対して榊原信之氏は、ジョリーの試合は見させてもらったよ、前日の会見で顔を近づけるやつ、あれには笑わせてもらったね、ジョリーの顔つきはすごい良かった、まさに本気で来てるなって、レベルが上がってるなとは思いましたね、世間的にはいろいろな意見があると思うけど結果が全ての格闘技でプロとしての仕事を含めて十分に合格点だとは思うね、ジョリーは平本城と戦いたいって言ってるけど階級も違うし、そこは城側にも確認をしていきたいと思います。現時点で7月のスーパーライジンか9月のライジンでジョリーを出場させることを約束します。パンチの効いた素晴らしい相手を用意しますよなどと語り、対戦相手は未定なものの7月のスーパーライジンか9月の大会にてジョリー選手を出場させることを明言しております。そんな中、ジョリー選手と平本蓮選手は X にてジョリー VS 平本城の対戦をめぐり舌戦を繰り広げており、ジョリー選手は X にてスーパーライジンで平本城出てこい、お兄ちゃんに守られてるのバレバレやぞお前ダサいねんタコ、ちなみにジョリー VS 平本城これを超えるオープニングファイトある？などと平本城選手に対して宣戦布告を行うと、この宣戦布告に対して兄である平本蓮選手は、スーパーライジンに城はまだ早い、飛び級をさせるつもりはない、大晦日榊原さんから仕事を任されたから受けたまで、ジョーは俺を超えるほどいつか強くなる、一個ずつ積み上げてやらせるつもり、以上地方の近くでも出てな、それにもう答えは出てる、朝倉と戦う大会にジョリーも出るとかヘドが出るほど嫌だから誰もうちからは出すことはありません、他のジムもジョリーなんかとやらせないでください、みんなでライジンのリングを守りましょうなどとアンサーを返し、断固として弟である平本城選手はジョリー選手とは戦わせないと語っております。さらに平本蓮選手はファンから、平本城はジョリーから逃げているだけとのコメントが寄せられると、好きに言えよ、こんなふざけたやつとふざけた路線でやらせたくない、兄貴の気持ちな、まだ20歳、焦ってないし積み上げていくからよろしくなどとアンサーを返し、平本城選手にはふざけた路線ではキャリアを積ませたくないと語っております。そんな中、ジョリー選手は6月19日自身の YouTube チャンネルにてライジンの対戦相手について語り、結果的には7月か9月のどちらかのライジンで出場させてくれると約束してくれました。一番熱いカードが視聴者も求めてる平本城 VS ジョリーやんか、でも平本城が9月に試合があるから怪我してるからとか言って7月は出れませんって言ってきたらしいんだよ、そうなると7月までにジョリーの対戦相手がいないって話になったんよ、でもジョリーをスーパーライジンに出したいは出したいと、ペーパービューも売れるし会見も盛り上げるから朝倉未来 VS 平本蓮のいいプッシュアップになるし、まさに完璧なキャラクターだよって、平本城以外にもいい感じの相手が何人かいるんだけどジョリーとは階級が違うと、平本城を無理やり引っ張り出してくるっていう案も出たんだけど、彼もフライ級で俺と階級が違うから本人が階級を上げるって言わない限りは厳しいかもしれない、でももし俺の7月のスーパーライジンが流れたとしたら9月のライジンで平本城とは確定しました、7月がもし決まらなかったら9月に絶対平本城と戦うことが決まりました、俺としてはスーパーライジンに出れることも嬉しいし9月に平本城と戦うことにもメリットがあるよな、どっちに転んでも美味しい展開ですなどと語り、7月のスーパーライジンが流れてしまった場合には9月のライジンにて平本城選手との対戦が確定していることを明かしております。本日もご視聴ありがとうございました。